河合修美は、江戸時代中期の姫路藩画廊。教法十八年、前橋藩坂井家家廊、河井貞則の次男として生まれる。寛永二年、幕閣への工作により、坂井家が姫路に天保となる。父貞則は、この天保工作に猛反対していたが、藩士中京の命で、天保の事務を取り仕切る。寛永四年七月十日。 父貞たが、天保工作を行った、家老、本田光明、ように犬塚また、うちを自邸に招き殺害して自害する。河池は断絶となり、葬儀は母や祖母と共に、おじ松下高通りに預けられ、五十人ぶちが救された。同年八月、兄定連が、しむしる五百国で召し出され、家老格となるも、山よ理由に退身してしまう。法暦五年、 総儀が三十人口で召し出され諸院番となり、河井家の加盟再考が叶った。法暦十二年に一月、シムシル二百国を賜り小小番となる。明和四年九月、百国の家像を受け番等となる。明和六年二月、芸事部行。明和七年五月、百国家像。明和九年一月、年寄り役、安永四年十二月、家像二百国、 安永6年7月、城代を兼務することなり、安永7年、400国の家造を受け父の9 6千国を回復し、過労となる。天明7年6月12日、死去。去年55、家督は、嫡男定一が相続した。ありがとうございます。